こんにちは。ピアノキーボードの運指右手編。今回は A メジャースケールです。でもその前に、鍵盤を弾くときの親指のお約束。鍵盤を弾くときは親指の側面で鍵盤を叩きます。親指の腹を鍵盤にまっすぐ当てることはしません。鍵盤を弾くときは親指の第一、第二関節ではなく親指全体を動かします。別の角度から見るとこんな感じ。楽に親指全体がゆったり動くようにしましょう。まずは1オクターブ上がっていきます。親指で A、 人差し指で B、 中指で C シャープ。中指を親指がくぐって親指で D。 もう一度やります。中指で C シャープ、中指を親指がくぐって親指で D。 人差し指で E、 中指で F シャープ、薬指で G シャープ、小指で A。 もう一度やります。親指から A、 人差し指で B、 中指で C シャープ、くぐって親指で D、 人差し指で E、 中指 F シャープ、薬指で G シャープ、小指で A。このようになります。次は1オクターブ降りてきます。小指で A、 薬指で G シャープ、中指で F シャープ、人差し指で E、 親指で D。 親指を中指がまたいで C シャープ。もう一度やります。親指の D を中指がまたいで C シャープ。人差し指で B、 親指で A。 もう一度やりますね。小指で A、 薬指で G シャープ、中指で F シャープ、人差し指で E、 親指で D、またいで中指で C シャープ、人差し指で B、 親指で A。 このようになります。2オクターブ上がってみましょう。親指で A、 人差し指で B、 中指で C シャープ、中指をくぐって親指で D、人差し指で E、 中指で F シャープ、薬指で G シャープ、薬指を親指がくぐって A。 もう一度やります。薬指の G シャープ、親指がくぐって親指で A、 人差し指で B、 中指 C シャープ、くぐって親指で D、 人差し指 E、 中指 F シャープ、薬指で G シャープ、小指で A。 このようになります。次は2オクターブ降りてみます。小指で A、 薬指 G シャープ、中指 F シャープ、人差し指で E、 親指で D、 親指を中指がまたいで C シャープ、人差し指で B、 親指で A、 親指を薬指がまたいで G シャープ。
もう一度やりますね。親指の A を薬指がまたいで、薬指で G シャープ。中指 F シャープ。人差し指 E。親指で D。中指がまたいで C シャープ。人差し指 B。親指で A。このようになります。あとはメロディーに合わせて臨機応変に、なるべくまたいだりくぐったりすることが少ないように工夫しましょう。今回も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。今回の動画を楽しかった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。